日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市小島地域小島地島は岡山県倉敷市小島地域にある地区である。本校では同区域にかつて存在した小島郡小島町及びその調整前の名称である小田村についても述べる。現在の小島中学校区にあたる。倉敷市小島のほぼ中央部にあたり小高流域の地区である。 セット内海沿岸部の埋め立て地を除き、多くが丘陵である。その丘陵の一部には、新興住宅地が多く造成され人口が増加した。小田川沿いに市道が走り、その沿線に市街地が形成されている。公的機関が多いため、隣接する味の地区が、小島の経済の中心であるのに対し、当地区は、行政の中心の様相を呈している。産業としては、 東地区には、繊維、縫製、被服関連、特に学生服や、作業服の工場が密集しているのが特徴である。小田川中下流域東岸の丘陵部を含む一帯、及び川口部の瀬戸内海沿岸にあたる南北に、長い地区。小島町以前の翔太村商船に相当する。海岸沿いの地区は古くは、沿田業が盛んであったが現代では衰退し、 埋め立てられて東西に国道430号が通り、周囲に新市街地が形成された。この地区には現在は、商店のほかに、倉敷市役所小島支所や裁判所、検察庁、公共職業安定所、下水処理場、消防署などの観光庁、公的機関が多く立地している。地区中部にあたり、小田川中流域西岸となる。小田川沿岸以外は、 給料地となっている。江戸時代には、岡山藩の社会施設であったイクムギグラがあった。また、天保年間には、名主旧五兵という人物が、小島軍福田村沖の水島灘において、干拓による神殿開発を実施したが、難問第三席により成功に至らなかった。また、当地にある、吉当寺という寺院にいた延命という住職が、天保十年に、 小島八十八家所令場を定め、小島大使巡りと称した。大正期までは、数万の遍路が巡礼しにぎわった。地区北部、小田川の城領域にあたり、福南山の南麓に位置する。周囲は、丘陵が多い。古来は農村であったが、現代になり、雲ん式の盛んな企業地となった。現在は、雲ん式は衰退し、学生服などの被服業が盛んである。 丘陵地に新興住宅地が多いため人口が増加、新たに緑ヶ丘小学校が新設された。また、地区内には倉敷市立短期大学も立地している。平成24年9月末現在、柳田町のうち1の100番地、小川町のうち10丁目、冷江田町のうちの中津山地区を除く全域が倉敷市立緑ヶ丘小学校区。 柳田町の残る全域、小川町の一の九丁目、比枝田町のうちの中津山地区は倉敷市立小島小学校区。全域が倉敷市立小島中学校区。ありがとうございます。